どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんと、月月制宿泊サービスのハフありますよね。こちらがですね、なんと、新規会員募集停止を発表しましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、月額制宿泊サービスのハフですね、新規会員募集停止ということで、 発表があったんですよね。で、このね、新規募集を今月いっぱいでね、もうこちら終了するわけなんですけども、しかもね、今募集してるのも3000人限定なんですよね。で、この動画を撮ってるのは4月の24日、えー、9時半ぐらいね、この動画撮ってるんですけども、まあ、すでにね、あと2842人ということで、もうこちらね、おそらく今日中か明日にはね、まあ、新規募集のこの 枠はな、ね、なくなってしまうっていういになりますので、まあ、個人的にはですね。まあ、気になる方に関しては、めちゃめちゃね、お得なキャンペーンではないんですけども、まあ、今後ね、利用しようと思ってもね、こちら利用することができないっていうふうになりますので、まあ、気になっててちょっとね、入るかどうか迷ってたよっていう方は、まあ、今回のキャンペーンでね、とりあえず入会して、一回利用していただいて、まあ、その後ね、休会していただいて、復活する分にはね、利用できると思いますので、まあ、そういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。 ので今回の動画ではこのね詳しいところで見ていきたいなと思いますしまたね昨日ねこのハフのイベントがありまして私にちょっと参加させていただいたんですけどもこちらもね紹介しつつ動画ねやっていきたいなと思いますので気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思いますはいということで4月の23日にですね東京都内でこのねハフのセカンドステージ一応ね今ファーストステージでこの新規会員募集終了みたいな ま、こういった感じで、まあ、ハフはね、えー、セカンドステージに行きますということで、まあ、こちらのね、あの、イベントがね、昨日ありまして、えー、参加させていただいたんですよね。これもね、非常におしゃれですよね。まあ、こういったね、あの、ものももらえて、ハフはですね、今ね、JAL と提携しておりますよね。ですので、えー、JAL のね、えー、グッズとかもこういった感じで、えー、もらうことができて、JAL パックの、これは、ネームカードみたいなやつね、非常に可愛いですよね。はい、これはちょっとね、 今後何かのタイミングで使わせていただきたいなと思うんですけれども、まあこういったものももらえて、あとは、これは何だろうな。あポーラのシャンプー、ボディーソープとかのア,ニメアメニティセットですね。こちらがもらえて、あと、これは何だろうあ、これは消臭スプレーですね。はい。最初、あれかと思った。アルコール消毒スプレーかと思ったら、消臭スプレーですね。はい。いただきました。あと、ハフの、えー、これは何なんだろうちょっと何かわかんないな。 これ何ハフの名前入りのいいですね。ハフの名前入ってる。これ何なんだろうでも裏が両面テープになってるから、これは何 <laughs> え、これ何あ、説明書なしですね。はい、ちょっとこれはね、え後で誰かに聞いてみたいと思います。これでもカード入れるやつなのかなスマホの裏とかに貼って違うかなはい、まあでもとりあえずハフのね、なんかカードが入れそうな。 両面テープになっているね。まあ、物がもらえたり、またね、ハフのステッカーも、え今回ね、と、もう5周年らしいですね。はい。ということで、まあ、こういったね、アメニティももらいつつ、昨日のね、集まりにもね、参加させていただきました。一応ね、内容は非公開にしてくださいっていう話ですので、まあ、ちょっと昨日のね、話はすることはできないんですけども、ひとまずですね、今回ね、4月30日で、ね、この月額制宿泊サービス、ハフね、新規募集停止するっていうふうになりますので、 ハフがね、どういった感じでね、あの、利用するのがね、おすすめなのか、えー、解説ね、やっていきたいなと思います。はい、ということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、ハフ、しばらく旅に出ます。新規募集会員停止まで2841人ということで、これもさっきやったから多分もう減ってんのかな大丈夫ですね。はい、減っておりません。でもこちらね、本当はね、今日のね、10時半ぐらいに、えー、発表するって言ってたんですけど、あの、どうやらね、変わったのかな昨日の夜からもうこちら出ておりましたので、 まあちょっと変わったのかなっていうところで、あと2841人で、ハフはね、登録することができなく、 なります。で、こちらにね、記載されている通りですね、ハフファーストステージ最後の会員募集ということで、ハフはあなたの横を連れ出すサービスです。毎月定額を積み立てで日本の地域を出したホテルから、海外のインスタバイオホテルまで、あなたの好みに合ったホテルを簡単予約できます。ハフは2019年に始まり、あっという間に5年5歳です。これまで50万泊の体宿泊体験を作り、今では10万人の会員を皆様、 にご利用いただいてます。しかし、ハフはまだまだこんなもんじゃないはずです。これまで、ハフセカンドステージ準備に向け、しばらく旅を出ることにしました。その間、新規会員募集停止いたします。ファーストステージにおける会員募集は、2024 4月の30日、あなたと一緒に、世界をもっと自由に、もっと身近に感じられるハフを作っていきたい。ハフ、新しいハフ一緒に作りませんかということで、こちらでプレスリリースが歌えれているわけなんですけども、まずですね、こちら、 新規のね、会員募集を終了しますよね。 で、これがね、あの、いつ再開するのかっていうところなんですけども、えー、記載がありませんので、今のところ未定みたいですね。ま、あこれがね、1年間とかね、まあ、半年とかね、ま、あ期間が決まっていればですね、非常にわかりやすいんですけども、まあ、ひとまずこのセカンドステージっていうのが、まあ、始まるまではですね、まあ、今のところ再開する予定はないみたいなんですよね。で、今回のね、最後のキャンペーンということで、2 0 2 0年4月30日まで、えー、キャンペーンが打たれます。えー、ァフ、しばらく旅に出ます、キャンペーンと。 と,い,うことでいつもね2940円とか2980円とかねスタンダードプランがいつもこの9 3 0 0円のプランがねあの 2,980円ぐらいにね、値下がって、その300コインがもらえて、しかも、紹介で入ると、さらに200コインでえ500コインみたいな感じのキャンペーンが多いんですけども、最後のね、新規会員募集は、まあ、そこまでっていうか、まあ、3,000人しかね、まあ、募集してない部分もございますので、キャンペーンはちょっと弱めです。初月50%オフということで、通常9,800円のこのスタンダードプランが、半額のね、4,900円で、初月だけ4,900円で利用することができます。こちら2ヶ月目行くと、普通に 9,800円ね課金されますんでこの点ご注意ください。 で、えー、え、通1900円を払って300コインがもらえます。で、またね、えー、紹介でね、入っていただくと、えー、こちらね、100コインもらえるっていうふうになりますんで、初月に関しては400コイン。それが、えー、それ以降ですね、9800円支払うと、えー、300コインがね、毎月もらえていくっていうふうになります。で、もう一個ね、下のプランもありまして、えー、2980円で毎月80コイン。まあ、こっちでもね、まあ、これはね、あの、利用の仕方でね、まあ、決めていただければなと思うんですけども、まあ、国内ね、 あの、50コインとかのドミトリーというかも全然ありますので、バックパックで利用したいみたいな、そういった方はね、この毎月安い方でもいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、昔ね、この低いプランだとね、月何泊までしかできないみたいなありましたけども、まあそういったのもなくなりましたので、まあどっちでもね、あの、宿泊日数はね、あの、制限なくコインがある限りね、利用することができるっていう感じになります。で、これがね、今回の特典1ということで、特典2ですね、会員、 限定のベータ版機能を利用ということで、ユーザーの皆様と一緒にあなたの旅をさらに充実させる新しい機能を作っていく予定です。ぜひ、いち早くあなたの旅の形を体験してみてくださいということで、まあ、こういった機能はですね、今後ね、実装されていくみたいですね。 で、3つ目ですね、コインパックセールが15%オフでね、行われます。今後のためのためにお得のコインを貯めることができますということで、4日間限定、4月の27日から4月の30日、15%オフのね、コインパックセールがね、まあ、来るっていう感じですね。この月額制宿泊サービスハフね、あの、全く使ったことない方はね、コインって何ぞやって話だと思うんですけども、ま、あ通常ね、この9800円を払って300コインもらう。 もしくは2,980円をもらって800コインをもらうっていうサブスクなんですよね。ですのでお金を払ってコインをもらってこのコインを使って宿泊するっていうサービスに。 なりますで、こちらはね、まあ、料金プラン、この二つになっているわけなんですけども、まあ、このコインを使ってえ、ホテルをね、予約することもできますし、コインを使ってね、航空券を余裕、予約することもできます。その代わり、この航空券ね、JAL の航空券取れるんですけれども、航空券を抑えるときにはね、絶対宿泊予約はね、必要になりますんで、この点ご注意ください。で、またね、割り勘予約ということで、友達同士で200コインずつ出して400コインのね、ホテルを泊まるみたいな、まあ、こういったね、ことも利用することが できるるっていう風になるんでですよねで注意していただきたいのはこちらね登録と同時に課金が落ちますので、えー、この点ね、えー、注意していただければなと思います。初月から9回みたいな感じで利用することはできませんのでね。 で、次にですね、ハフのおすすめポイントなんですけども、まあ、溜まる使う、使える、ー、使えるということで、積み立てながら泊まりたい時にすぐ使えるっていう感じで、まあ、このハフ自体のサービスがですね、先ほども言ってると思うんですけども、コインを貯めてね、それを使ってホテルをね、宿泊するっていう風になります。で、ハフのね、おすすめポイントはやはりね、これなんですよね。一般的な宿泊予約サイトとの違いということで、まず、土日でも宿泊費、同じコイン数で宿泊することができるんですよね。 ですので、まあ、今週末からですね、ゴールデンウィークで始まりますけれども、ゴールデンウィークってホテルむちゃくちゃ高いじゃないですか。まあ、それが普通なんですけれども、ハフって同じコインなんですよね。 ですので、ハフでね、今からまあゴールデンウィークね、まあ探せばまだね、全然私も先週、先週、いや2、3日前までね、北海道ホテル、ハフで探してたりしてたんで、まだ全然あると思うんですけども、宿泊する際にですね、土日でも祝日でもゴールデンウィークでも、まあこの枠さえ空いていればですね、同じコイン数で宿泊することができるんですよね。 これがね、めちゃくちゃお得ですよね。ですので、ハイシーズンのね、時期にこのハフ利用していただくっていうのはね、しかも今からゴールデンウィーク始まりますし、まあゴールデンウィークでね、もしハフであの秋を見つけて、今登録すればコイン使って宿泊できるみたいな感じで利用していただければね、非常にお得にね、利用することができると思います。で、またね、こちらはね、あの上と結構似ている部分なんですけども、えー、土日も祝日も変わんないですし、ハイシーズンも 変わんないんですよねですので、ゴールデンウィーク、年末年始、まあ夏休みとかね、これはもう全然変わらないっていうふうになりますんで、これがね、本当にいいですね。で、またね、キャンセルポリシーも非常に強いです。前日まで無料っていうふうになりますんで、これなかなかないですよね。はい。これがね、本当に、ハフのね、強いポイントっていうふうになっておりまして、まあ特に私みたいにね、あの、奥様連れの方はですね、これで助けられた部分ね、結構ありますので、 これもね、本当にいいポイントです。これからね、ハイシーズンで利用できそうっていう方はね、非常におすすめですね。で、またですね、ハフは続けるほど、次の旅がお得になるということで、こちらね、あの、先ほどの料金プラン、2980円で80コイン、9800円で300コインありますけれども、まあ、これをね、ずっと継続して利用していただくとですね、宿泊する際のコイン数がですね、割引で利用することができるんですよね。ですので、まあ、1ヶ月、12ヶ月、 とかね一年間続けていただければ10%オフでねコインね、えー、節約して利用することができるっていう風になりますんでまあ、これもねあのずっと続けてる方はですね本当にねお得ですよねまあ、私はね基本的にまあハフについてはですねまあ、ホテルねいろんなホテルを私は利用しますのでまあ、基本的にヒルとマリオットね利用することがやっぱり多いのでまあ休会して利用するときにあの再入会して。 その時に、まあ、3000円ぐらい払って宿泊して、でまた使わなくなったら休会してみたいな。まあそういったのを私はね、繰り返して利用させていただいてるんですけども、やはりね、土日祝日とかとね、あとこのハイシーズンのね、 コイン数一緒ですので、ですので、まあ今回で言うと、まあ4900円で、ね、初月から買ってきますんで、まあ4900円払ってね、あのゴールデンウィーク一泊できればね、めちゃくちゃいいですよね。まあこういった感じでね、利用していただければね、非常にお得にね、利用することができるのかな、なんていうふうに思います。で、コイン数でね、今もうあのホテルね、触せるようになっておりますので、まあここら辺で、ね、見ていただければ、もう100、 コイン以下のね、ホテルもありますし、まぁ、あ、今回ね、紹介で100コインで、普通に入って、スタンダードプランでね、300コインもらえますんで、まあ合計400コインね、もらえますんで、まあ300コインのね、ここら辺も利用することができますし、まぁ、あ、ここら辺はね、ちょっと利用できるホテル、利用できないホテルね、あると思うんですけれども、まあ今からですね、ゴールデンウィークね、ちょっとホテル探したいっていう時は、まあちょっとね、見ていただくのもいいのではないのかなと思います。 こちらですね。ホテルルーム、ナハポート。こちら、誰かツイッターで良かったって言ってたホテルだったと思いますけれども、ゴールデンウィー,ミーク普通に空いてますよね。はい。まあ、こういった感じでですね。 ゴールデンウィークでもですね、普通に利用することができるホテルとかもね、まあありますので、探していただくね、必要はございますけれども、もしね、ホテル見つかったらですね、このタイミングで利用していただくのもねえ、いいのではないのかなと思います。いずれにしてもですね、4月30日でね、新規会員登録ね、停止されてしまいますので、まあ気になってた方はですね、ちょっとね、いつもより1800円ぐらい高いですけれども、まあこのタイミングでね、利用していただくのはね、まあいいのではないのかなっていうところですよね。まあこれがね、本当に 三ヶ月とかね、あの、半年ぐらいでね、また指導してくれればね、いいんですけども、セカンドステージ始めます。ですけども、まだ新規会員は募集しません、みたいなね。まあ、そんな感じになってしまうとね、非常にね、入っとけばよかったって感じになるとね、残念ではありますので、まあ、今回ね、4月30日、またね、3000人限定っていうふうになっておりますんで、 ぜひね、気になった方はこのタイミングでね、入会していただければなと思います。一応ね、紹介カードが概要欄に載せておきますので、利用されたいって方はぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、月額制宿泊サービスのハフ、新規会員募集停止をね、発表いたしましたので、解説させていただきましたけども、いやね、本当にびっくりですよね。 はい、サブスクですからね。まさかね、こんなことが発表されるとはね、正直全然思わなくて、会場もね、これ昨日発表されたんですけども、ちょっとどよめきましたもんね。 ということで、えー、新規募集ね、4月30日で終了してしまう。またね、3000人で終了ということで、えー、あとね、2836人に更新されておりますので、もうね、あの、気になってた方は、今回のね、タイミングで入会していただいて、まあ、1ヶ月以内にね、1回利用していただいて、その後、休会していただければね、今後も復帰できると思いますので、ぜひね、気になってた方は、今回のタイミングでね、利用していただくの、非常におすすめっていうふうになっておりますので、まあ、基本的に私はね、ハーフ入会するのは、え入会、 利用。 9回これがね一番お得な利用方法だと思いますのでまあ気になってた方はですね今後ねどのぐらいの期間ねあの新規募集停止されるか分かりませんので利用ねしてみていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画に至った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウント最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断マイル診断マイルクレガチ診断ポイントサイト診断ねやっておりましてこちらのねあのクレジットカードの新規入会キャンペーンも 4月の29日でね、終了いたしますので、まだね、こちらの動画見られてない方は、こちらね、LINE 公式アカウント限定の動画になっておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ